で芸能界辞めますが一番迷惑かけないなと思ったんですよ。本当に自粛して1年間ぐらいずっとそのこと考えてて、でもこれじゃあ辞めますってなるじゃないですかこのまま。で今のその自粛期間中の生活は特にもうなんかね本当逃亡者みたいな生活なんですよ。もうどこ行ってもこうこそこそしなきゃいけないし、周りもなんかこうすごくかくまわなきゃいけないみたいな存在だし、で何かあるたんびに全部ニュースになっちゃう。なんか例えば渡部がこういう仕事始めたったそこに取材が来ちゃうとか、なんか復帰の動きがあるってそこに取材になる。もっと言うと僕の誕生日にいると家族でここに出かけたとか、ずっとこういうなんか生活がこれ続くのって結構あこれはなっていうのがまず一個あったんですよ。